どうも、うらさこです。おりょう、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー dear おりょう、ハッピーバースデー to you。 おめでとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。さあ、チームメンバーおりょうが、はい、誕生日ということでね、5月10日です。5月10日、もうちょっと過ぎましたけども、はい、まあまあ一応ね、チームとしてお祝いをしようということでね。ありがとうございます、うん、ハッピーバースデーは俺ちょっとマリリン・モンローバージョンで歌いたかったけどな。ちなみにどういう、はい、ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー to you、ハッピーバースデー Mr. President って、あの大統領大統領に歌ったあのやつはやりたかったけどな。プレジデントではなかったんで、ね、ケネディ大統領に歌ったあのマリリン・モンローのやつやりたかったのに歌い始めてしまったから、あ、俺のボケ潰されたわ思って。僕らがいつかプレジデントになった時はそれやっていただいて。おお、せやな。よしまあめでたいということでね。ただちょっと、あのおりょうはミュージシャンですから、はい、あの年齢はちょっと非公表し、非公表なんですって。もうそれはもうすごい年齢非公表。ミュージシャンですから。ミュージシャンってみんなそうなんですか。あの全員そうですちょっといじってますやん違う違う、ミステリアスな部分がないとあかんからな、俺はな。はい、よく分かっていただいて。そりゃそりゃそう兄弟なんてもう年齢とかもうそれ兄弟とか言うとあかんの、ほんまは。兄弟言っちゃいけないですか非公表です。もうそれはあの、まあ、あのすごいマイナス面になるんであの、あなたが兄弟というのは非公表、もう内緒です。それはしょうがない言わない方がいいと思います。本当にいやもう、散々言ってきたじゃないですか。宮迫さんも言ってましたよ。いやいや、本当にそれはそうですけど、はい、おめでとうございます。まあ、一応ね、あのプレゼントとかもね、うん、用意しますので、はいはい、渡しちゃうか、もう渡しますか。うん、そうですね。言っても我々から、はいはい、なんだ、チームからのプレゼントでございます。ありがとうございます。目つぶってるよ弟、目つぶって。おと、あ、言うとあかんねん、言うとあかんねん、お前それ、ちゃんと加工で消しとくんで。消しといても、すいません、はい、あかんねん。ちょっと親が泣くわ。手間返さないで。親とか言うとあかんねん、お前まあ、あのどっかからふっと生まれたっていう状態あ、ミステリアスだな。ミステリアスでいくねん、お寮ははいはい、どうぞ。はい、じゃーん。あ、欲しい欲しい、ね、欲しいっていうのを聞いてたんで。欲しかった、はい、はいはい、めっちゃ欲しかった。これ何でしょう。これはね、タワーファン、扇風機なんですよ、はい、すごいよな、これで扇風機なんだ。めちゃめちゃ面白いじゃないですか。あの、うん、僕タワーファン持ったんですけど、あのちょっと去年買ったモデルがあのうるさくて、あんまり良くないなと思って売っちゃったんですよ、はいはいはい、で今年のやつ新しく買おうと思ってて欲しいなとは言ってたんですよ。っていうのは兄弟なんでよく話すんですよ、こういう話とか。言うな言ってんねんお前は編集の手間が増える。えこれからもあのほんまに言うなよお前。マジっすか。兄弟って別人としてやってる。分かりましたけど。あかんねん。ということで、はい、やったー。チームのみんなで手伝ったり。ちょうどね、なんかもうそろそろ暑くなってきたから欲しいなって思ったんで。これええな。これめっちゃいいですよ。おしゃれですよね。すごいスタイリッシュで。小さいお子様がいるところとか。羽がないからね。はい、ペットもいらっしゃるご家庭とかも。すごいかっこいい。ペットもお子様も両方いないけど。よいしょ、せーの、よいしょ、せーの、よいしょ。かっこいい。いいじゃん、いいじゃん。めっちゃかっこいい、おしゃれ。すごい、しゃれてるな。おー、嬉しい。これで風くんのか。ちょっとつけて。つけましょうか。ねえ、嬉しい。これで風くんの6。あ、すげえくるわ。ほんとだ。7。あ、すげえ。何段階？9段階ですって。すごい、マックスに。これマックスですね。あ、すごい、音も静か。めっちゃええやん、これ。これ、回されへんの。あ、首振れるっぽいです。じゃあ、首振ってみます。多分こう、はい、あ、すごい、回ってる。あ、ええわ。スタイリッシュですね。いい、かっこいい、おしゃれ。めっちゃええやん。後ろは出てないんか。出ないっす。後ろは出てないっすね。あ、タイマーもついてるし、お休みモードもあるし。あー、これええな。これマジでええな。あー、かっこいい。ありがとうございます。おめでとうございます。超嬉しいです。これ羨まやな、ちょっと。よかった、ありがとう。
インテリアとしてもかっこいいですよね。かっこいい、かっこいい、スタイリッシュ。君、家来た人に何これってなったら、あ、これ扇風機、これがみたいなって話持つわな。それだけで話持つわ、はい、2分はいけますね、うん、もう持ってないですけど。もう持ってないですけど。何が話が、はぁ、あ、これでね、涼しみながら音楽制作も頑張っていただいて、はい、そうそう、夏場はな、暑いとなんか音楽制作も滞ったりするから、これで涼んでいただいて、はい、ありがとうございますね。まあまあまあ、座りさ、はい、座りましょう。何でしょうな、ありがとうございます、はいはい、よかったね、よかったな、よかったな、おめでとう、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、こんだけなわけないやないか、俺は俺のこと舐めてんのか、思ってこい、あれを、え、目つぶって、ちゃんと目つぶって、これはちゃんと目つぶっ て, ぶって、 俺からや、俺からや、ちょっともう怖いぞ、扇風機はチームからや、はい、これは俺からの誕生日プレゼントや、これ食べる、はい、待って、これをちょっと まだちょっと、はい、あの、開けよう、はい、どこ、あ、な、怖い怖い、俺目ちょっと見てみたいな、嘘、はい、びっくりしたよ、立ったかなと思って、すいません、すいません、コントか、コントやで、すいません、嘘やろ、ちょっとそっちに気を取られてました、すいません、あ、そういう、あ、めちゃくちゃやで、はい、お料理いいですよ、見上げて、匂い嗅いでますよ、はい、わ、ギターだ、ギターだ、グレッチだ、開けてみなさいよ、ちょっと開けて実際に、嘘、なんで、なんで宮迫さんがグレッチ、お前が欲しがってたって、やばい、これはやばい、これはやばい、これはやばい、でででででん、これす、もう分かった、これはこれ、欲しかったやつやろ、あー、すごい、なんでしてんすか、まあ、まあ、とりあえず見て、うわすごい、めっちゃすごい、かっけー、めちゃめちゃすごい、かっけーな、まあ、超嬉しい、めっちゃ嬉しい、はい、これ、うわ、グレッチのペンギンっていうアコギなんですよ、うわ、ペンギンなんですよ、これ、あ、お料が好きなね、はい、ペンギン好きですもんね、うわ、あのちょっとだけ説明させてください、世界一美しいギターっていうのが、ほうほうほう、ホワイトファルコンっていうエレキギターがグレッチなんですね、そのアコギのモデルなんですよ、美しいね、そう、エレアコだから、こう、アコギられるし、で、しかも僕ちっちゃいじゃないですか、うん、で、小ぶりなアコギ、確かに、ちっちゃい、なるほどな、かわいい、すごい、めっちゃ美しい、まあ、もともとこのギターの話をちょっと僕、お兄ちゃんが聞いてまして、お兄ちゃん言うたらあかんねん、お前は、なんか言いますねん、スタッフとして聞いたよな、別人の同僚が言ってたので、それを聞いてちょっと宮迫さんに実はこんなお仕事ってましたって言ったら、ええー、よって言って、うわ、綺麗、綺麗な、まあまあ座ろうや、素晴らしい、いや、でもマジで綺麗だね、もう絵に描いたの、綺麗、本当に嬉しいです、よかったな、よし、あの、じゃあ弾こうか、兄貴なんていらないっていう曲をちょっとチューニング合ってるのかな、兄貴なんていらない兄貴なんて嘘さって兄貴なんて嘘さ兄貴なんて嘘さ包みなんて嘘さお化け嘘さ包みって言った2人ともなんだそう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 ですか中に合ってるちょっとずれてるけど、あ、でもええ音やな、可愛い音してますね、小ぶりな、家でも十分な、弾いても、あ、なるほど、めちゃめちゃ可愛いね、可愛いんだよ、素晴らしい、確かに、なんか可愛いな、まあ、これで宮迫さんのね、歌う機会でもこれでぜひ、もうこれだね、頼むで、これで弾いてくれ、はい、わー、嬉しい、縁がキラキラなんですね、なあ、縁がな、可愛い、綺麗だなぁ、嬉しい、扇風機の時そんな嬉しそうじゃなかったですからね、え、ちょっと待って、これはだってずっと、あー、これ欲しいけどなとは思ってた、憧れのアコギなの、そうだよね、そんだけ喜んでくれたら本望やわ、本望っすね、うわぁ、もう宝物の宝物よかったよかったですね、よかったよかった、本当に嬉しい、そんだけ喜んでくれたらよかったわ、よかった。
ました。すげえ。まあ今日は誕生日をね、はい、お祝いして扇風機と、ねはい、ギターね、そしてあのお兄ちゃんと縁が切れたということですよね、はい。はい、ありがとうございます。3つのプレゼント、はい、ということでよろしいですか。本当に嬉しかったです。よかった。はい、一言報告をね。はい、はい、あ、じゃあこのギターでこれからもあとさ涼しい環境でいい音楽作っていきますので宮迫チームの音楽も楽しみにしてください。よっ。おめでとう。おお疲れ様でした。お兄ちゃん、お兄ちゃんお疲れ様でした。お兄ちゃんという役お疲れ様でした。35年間お疲れ様。はい、もう今後はもうちょっとあのお兄ちゃんっていう兄弟としてのあの振る舞いは一切やめていただきたい。同僚として、まあ、後輩としてね、後輩として。いや後輩とかもやめ、あの音楽担当はなんか別枠やからちゃんと敬語使ってほしいね。あのやっぱ一番あの創作活動とかね、今言うたらこの宮迫チームこの事務所で一番の稼ぎ頭ですよ。他のお仕事もして、他の依頼来てるから、いろいろとなんかコマーシャルの音楽であったりいろんな、やっぱりもう生み出してるわけですから、要はうわ妬み染めみはい、あもうそういうのも罰金ね、これからお金もうお金ですか。何もお金も生み出してないお前みたいなもんそんな、まあ、借金だけ作りやがったほんだら、はい、なので、はい、もう今後一切、はい、マジの設定マジ設定な、お嬢さん、あの今後ともよろしくお願いします。あ、お願いします。あのちゃんとあの画面が回ってる時はちょっと敬語で喋ってください。分かりました、これ面白い。アーティストとしてチームの、あの、チームのポジショニングで言ったら上ですから、オリオの方が。なので、お願いしますね。わかりました。カメラ回ってなかったらいいんですよね。まあ、それもどうかな俺が見てる時は注意するからね。宮迫さんの前ではもうじゃあ敬語にします、それも。わかりました。何した巻いて、そらもうって思うね。やれますよ。いや、これを言う。な、ここで。あ、なんか、一悶着ありましたね。一悶着。はい、こう持って、なんか向こうにふわっと立てたままで、ふーん、いや、やわなもんやんか、こんなん。で、あの辺の角当たってみ、どっか絶対行かれてるで、下手したら。すいませんでした。ごめんな。あ、え？あ、すいませんでしたよ。ごめんなじゃないの、すいませんでしたよ。すいませんでした。せやろうが。せやろうが。おめでたいですね。おめでたい。いい日だね。いい日やで。本当にちゃんとあの関係値もちゃんと整理して、すっきりして、はい、整理されて、あの上やから。年はしたかもしれないけど、お前上やから。それだけはもうほんまに、ほんまにもう。わかりました。ギター見てましたよね、ギター倒しかけてた。僕いなかったらギャーンですよ。放送はちゃんとされてましたけども、はい、いや、なんかなってたと思うわ、そこは。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。というわけで、改めておりも、誕生日おめでとう。ありがとうございました。ございます。大切にします。ございます。ありがとうございます。ありがとうございます。生まれてきてくれてありがとうございます。生まれてきてくれてありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。終わり。